ばんは。ヘルシンキョンダビーチです。バーにいる皆さん、始まりますよ。昨日、これ T シャツ着てるんですけど、レッドワンピースというバンドの猫発に行ってきたんです。やっぱりなんかね、こう、下品な汚いバンドだとお客さんもなんかこう下品で汚そうな人がたくさん来てて、本当に。今日はどうかなと思ったら、やっぱりなんかね、俺たち以外はみんななんか下品で汚いバンドばっかりなんで、どうしようかなっていう。特に2番目あたりが相当やばかったんだと思うんですよ。Tシャツ、なかなか、なんか、私ペーペーなんで、なんか無理やり買わされたんですけど、3種類あって、これはヒントになりますか。じゃあ、ヘルシンキ餃子ビーチです。
Thank you.
電話の音が響く夢からここに戻る見るものすべてから触覚が伸びまとわりつく権力とか金とかをしか興味がないゴルゴブッチっていう中年のバンドがいるんですけど、加藤さん、なんか俺二人羽織みたいにさ、後ろで手持たされてさ、持たれてなんかこんな踊らされててさ、なんなんだろうなっていう、なんだったんだろう、40過ぎてあんなことをされるなんて、あんな恥ずかしめを受けるなんて、加藤さん聞いてるのかな。次のライブはですね、3月の10日かな、10日です。ライナー、バッグライナー、シパンジョンの企画に誘われたので、カラーで食べに来てください。でその後はちょっとライブを入れないで、ちょっと山にこもろうかと思っています。で、修行して、連休明けぐらいに、また、ぼちぼちと演奏活動をしようかと思っているので、今日終わったらとりあえず3月はやって5月ぐらいにないので、またよかったら3月ナイス企画だと思うので、まあ台湾とか全然わかんないんですけど、ぜひ来てください。あとドラムの
ニラクはミートイターズをやってるんですけど、ミート復活するんですよね。日にち決まりました。3月の16だそうです。どこですか？いや、渋谷の屋根裏です。ミートイターズとてもいいバンドなので、ぜひ見に行きましょう。で、漫画ドローン、福ちゃんは漫画ドローンからなんですけど、漫画ドローンはいいよね。いいの？なんか逆にそう言われるとすげえなんかしょんぼりする。やばとか思って。漫画いつですか次？いや、教えてください。みちろうってやるでしょ。あ、そうだ、パパライオンと一緒だよね。遠藤みちろうさんと、プラネット K だよね。2月3月、教えていいのか。覚えてないのか。ひどい男だね。じゃあ後半戦いきますかね。
それだけがルールさ。
空気を抜く秘密結社よまだ飲みましょう。